それでは最後の表彰団体をご紹介します上智大学ソフィア会緊縮さんさん会皆様盛大な拍手をお願いいたします会長の浜口吉右衛門様小谷凪文夫様登壇をお願いいたします 表彰状2020年度第1回上智学院教皇フランシスコ大学記念表彰上智大学ソフィア会金畜三三会殿以下同文です。おめでとうございます。 浜口でございますこのような賞を頂戴することができまして金宿三々会一度みんな本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます本当にありがとうございます皆様にとってあまり馴染みがないかもしれませんけれども金宿三々会がスタートいたしましてからちょうど今年で10年という年になりました 禁縮という素晴らしい制度を上智は持ってお,おられて、私ども卒業してから50年目に再び母校で大変なお祝いをしていただいております。それが禁縮でございます。そしてその禁縮が終わって、大体今までは私どもの1960年卒の時までは、 学校との関わりは少なくなってしまったというふうに存じておりました。私どもはやはりこの素晴らしい理念を他者と共に他者のためにというこの理念を何とか禁縮が終わっても何かもう少しできないだろうかという 発想を持ちました。それが、禁粛三々会のスタートでございます。さっきの他者という言葉を、留学生という言葉に私どもは置き換えました。その留学生という言葉に関する意味において、ほんの小さなこと、ほんの少し、ほんの小さなことを私どもが何かお役に立つことはできないだろうかという、そういう 団体ででございいままますおかげさまで10年という年とう月が経ちましたここまでくあの頑張ることができたのは本当にあの女子大学の理事長様学長様以下皆様方に助けていただきまたソフィア会そして数多くの方々から応援をいただいてバックアップをいただいて助けていただいて私ども どうにか今、あの、活動をさせていただいております。この活動ということを考えましたときに、一番感じておりますのは、留学生との接点をどういうふうに持っていくのかということでございます。いくつかの活動をさせていただいた中で、私どもはやはり、留学生、 の方々とこのような時にいろんな接点を持たせていただきそしてその中から留学生とに少しでも寄り添うことができたらこんな嬉しいことはございません一つだけ留学生のお名前を出して私どもとの関わり合いについて紹介させていただけないでしょうかアデュー・アイザック・クワク君という アフリカ、ガーナ出身の、明日多分、博士号を頂戴できるという方で、私どもがさせていただいている、緊縮三々会の奨励金を学校に選んでいただいて、選ばれた、彼はダブルで2年続けて選ばれたという、稀に見る方でございまして、彼はここで卒論として、 土地利用にかんおける環境破壊と持続可能な社会の開発というそれをガーナでやるんだという考え方でございます。そのことを彼とこないだ Zoom の会議で彼から話を聞いたんですけれどまず日本に来ることができたということそれからもう一つは 上智で勉強ができて、博士業を取ることができたということ。こんな素晴らしいことはないという話を彼はみんなの前で、ズームでしてくれました。私ども本当に心が熱くなりました。また、今回も学生局に10人選んでいただいて、1人、私どもはもうほとんど70歳を超えておりますので、ほとんどの人たちが、会員が、 年金生活を送っておりますので、一口千円募金という形で募金を集めさせていただいたものからでございますから、5万円というお金を十人の方にお渡しをしております。その十人の方に、いつもお目にかかってるんですけども、さっきからのお話のように今回はコロナがございましたので、それができませんでした。でも、振り込ませていただいた後、十人の方からメールを頂戴いたしました。 どういうふうにこの5万円というのを使ったかということも含めて感謝のメールを頂戴いたしました。で、その方々を3回に分けて、ズーム会議にご招待をいたしました。で、そのズーム会議で僕たちは本当にアルバイトもない、パートもなんかあの切られちゃってでも本当に困ってらっしゃると思ったんで、何でもおっしゃってくださいって。な何もできないんですけど、寄り添うだけはできると思ってそう申し上げたんですけど、 泣き言を言った人は一人にもいませんでした。自分たちが苦しいということはおっしゃってましたけれども、言って笑らいましたけれども、前向きに進んでいくということがありありとわかりました。本当に意志が強いな、すごいなって、勇気と元気と素晴らしさっていうものを全部僕たち 70歳以上の、私も80を超えておりますけれども、その僕たちがそれを全部受け、逆にいただいたという感謝がございました。9人の、あの、アディウ・アイザック君を入れると10人でございました。本当に彼らを、に逆に助けられたという感じでございます。今回、教皇様が、 日本をお参りになって、さっきサリー先生がおっしゃって、最後に上地のキャンパスにお立ちになりました。私は高齢者で、後期高齢者でございますので、ビデオでしか、テレビでしか拝見することはできませんでしたけど、キャンパスに立ったお姿は、本当に光り輝いたと申しましょうか。また、授業、あの、レクチャーを、あの、お話を聞かれたというお話もございました。 どんないいお話を、本当にいいお話をされたというふうに思います。そして、その柔らかい、優しい、それでいて、お一人お一人への学生さんに対して、また校庭に立っておられる神様方をはじめ皆さんに対して、その優しい眼差しというものを、テレビを通じて拝見して、この虚子様の考えてらっしゃる、 やらなきゃならないということの本当に、い、ほんの少ししかできておりませんけれども、今回、私どもみたいな団体が、その賞にいただけたということは、こんなに嬉しいことはございません。これからも、ご縁ができる留学生の方々と、ご一緒に、その方々と、なんとか、 ご一緒に寄り添って、ご一緒にもっと今まで以上に多くでは、多くの方ではないんですが、その方々と寄り添って、より深く、より長くご一緒させていただける。それがまた逆に三三会の人たちにとっての大きな大きな励みであり、喜びでありということを、本当に皆様方にお伝えしたかったことと、 それをみんなが実感しているということをご報告をしたかった。そしてこんな素晴らしい賞を頂戴したことを心から感謝をして、私のお礼の言葉とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。浜口様、どうもありがとうございました。